ねえねえ今度の週末どこかに遊びに行かない最近の君なんだか乗り気じゃないっていうか元気がなかったから久々にリフレッシュしようと思ってさねいいでしょもうどうしたのそんな暗い表情しちゃってなんか嫌なことでもあった嫌なことがあったなら全部私に相談してくれてもいいんだよ 私はいつだって君の味方なんだからいつまでも一人で抱え込まないでまあ外に出るのが嫌だったら家で私とイチャイチャしてもいいんだよ最近はあんまり会えてなかったし私だってもっと君とイチャつきたいんだから。 話したいことがある急にどうしたのそんなにかしこまっちゃって何プロポーズでもするの別に私は君だならいいけど <laughs> ごめんごめんちょっとふざけすぎちゃったそれで、ね、話したいことって何 別れたい嘘なんでどうして嫌だいやお願い別れたくない私たちずっと順調だったじゃない何だ急に私の何が悪かったの君の言うことは全部やってきたし君の好きなことも全部やった あれなのに…どうしてど,どうして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 ,うしては思ってたのと違った私がごめんね 私、君のこと勘違いしてた私てっきり君が優しい女がタイプだって勘違いしてたみたいそれじゃあ今まで私がしてきたことも全部無駄だったんだねえいや君の謝ることじゃないよこれは全部私が悪いの 勘違いしてた私がだからさこれからはもう我慢しなくていいんだねん何をって <laughs> 実は私ね君みたいな年下の男の子をいじめるのが大好きなの。 いじめるって言ってもいたずらとかそういうのじゃなくって殴ったり蹴ったりいわゆる DV ってやつかなそういうのが大好きなの今までは君のために優しい彼女を演じてきたけどもうそれも今日で終わりこれからはもう我慢なんてしない ずっと,ずっと君のこといじめたかったんだほら逃げちゃだめ <laughs> はい捕まえた君力弱いから簡単に押し倒しちゃったこれじゃ何されても逃げられないね <laughs> 君今にも泣きそうな顔してるよ 私に何されるか分からなくて怖いのそっか怖いよねけど安心してね今から私がするのは君を愛しているからすることなんだよ君が私以外の何にも考えられなくなるくらいいっぱいいじめてあげるだからさ いいっぱい私のことを楽しませてね。